EC 原住民族委員会は中華民国行政院に属する原住民族行政を所管する機関。1996年に行政院原住民委員会として成立2002年に現在の名称に改名された。1995年12月2日に行われた第3回立法院選挙は初めての国民党、民進党、新党の3党が いずれも過半数に届かない、三党不過半状態になることが予想されていた。実際には国民党85名で総数164名の立法院の過半数をギリギリ上回ったが、そのうち6名は原住民議員であり、彼らの造反はそのまま国民党の野党転落につながりかねなくなり、初めて原住民族がキャスティングボートを握った。民進党。 新党はその地盤が大きく異なるにもかかわらず、これを機に連立を拡索、切り崩しのために現住民議員が旧来より求めていた少数民族委員会設立指示を決定し、実際に現住民議員である最中間とアリスペリンは両党連立を支持する声明を出した。国民党側は彼らを懐柔する一方で、党技拘束に逆らうはずがないと高をくくっていたため、 二人の造反を実際に招くことになる。他の現住民議員は二人の先走りへの反発のために同調しなかった。1996年2月1日に行われた立法院委員長選挙は第1回が80対80、第2回が82対82の結果、国民党側候補の劉松藩が選出された。最中関東アリスペリンは国民党から 除名処分を受けたが、勢力図が変わったわけではなく、2月23日の行政委員長に対する同意投票に際して、原住民議員は結束して、国民党指導部に対し、少数民族委員会の設置を求めた。これに対し、国民党側は、部会級の原住民委員会の設置を確約、除名処分を受けた者を含む、原住民議員6名全員が、行政委員,委員長として、 連戦を支持し、国民党は政局を乗り切った。その後国民党側は約束した形式でない設置法を立法院に提出したが、これに対しては先住民議員は民進党と協力して反対し、国民党をねだることで、部会級の現住民委員会設置法を提出し直させ、最終的に11月1日に成立を見た。12月10日、 世界人権でに原住民委員会は正式に発足した。発足に際し、先住民議員はその名称として、原住民族委員会を望んだが、憲法条文が原住民族の単語を採用した場合には、解消するとの不対決議付きで妥協した。当時の憲法は、1994年の第三次会見以前は、産地、平地産法の名称を使用していたが、 会見に伴い、産地、平地原住民となっていた。台湾原住民権利促進委員会と、先住民議員は、原住民族へのまさなを求めて、さらなる活動を行い、1997年の第四次会見時に成功に至った。なお、日本語では、先住民は、一般的な語であるが、中国語では、先にはすでにいない、という意味があるため、 先住民は過去にいた民族という意味になってしまい、このような現に存在している人々に対しては使われない。ZH、花かし、ありがとうございます。